ですね。おやつ切ったやん、やっぱ朝釣れるやん。いいですわ。あたわ、バレた、決めた、決めたった。さっきの手がかりの時に釣りが行ってたの。ほら釣り始めたぜ。でもこっち側で釣るのメスですね。今のメスやもんな。やっぱあっこの色は困るんだよな。バラさんだよ。でかい。メスでか。まだ耐えて、まだ耐えて。慌てんでいいって。ネットつけといて。もう2回ぐらいそれがあるから我慢して我慢して。慌てんでいいよ。すぐ上げん方がいい。よし来たー。メス。根掛かり何回もした価値あるやん。根掛かりしてるっていうことはそこに入ってるっていうことやから。すごいな。あっこだけか。坪井さん釣らなきゃ。え？いやちょっと今手加減してるからな俺な。バスおるよ。おるよバスは。相変わらずおるよ。不思議とやっぱそこだけやな。あの岩すごいな。見事やな。メスだけ狙えるってすごいことになるから。50羽いってるな、余裕で。太ってるしな。
ですわ。おすすめですわ。え、大きくない？オスです。釣れました。それでも釣れました。狙ってるのと違うんだけど、オスです。オスだし関係ない魚かもしれない。オス系と。昨日と違うって。でもそこないな。ね。でしょ？うん。まあちょっと待ってね。まあ一応釣れたのはこいつですけどね。待って。なるほど。庄司君のは釣れるけど。はい。はい。もうちょっと上。引っかかっててですね。上がんないです。はい。でもここなんやな。上がり方が変わる。意味ある。